入社を希望する会社、まずシンプルで言うなら収入が多い、給料が高い、待遇がいい、働きやすい、働いてる人たちがみんないい人がいっぱいいる、それ社会的に信用度が高い、そして知名度がある、そして自分を認めてくれる、自分の力が出せそうということが、それを会社側がその募集を出すときにアピールをして分かるように伝えることによって、そしてそれが口コミとなって繁盛じゃなくて面接がいっぱい来るでしょう。だから募集を出すときも、お客さんに、普通のお客さんに販売するときも基本は同じだということです。人間の心をつかむということです。人間を心をつかむコツは、自分にとってどうかということをなんです。全て自分にとってそこはどうなのか、相性もあるでしょう。まあそういうことです。